二発いかんぞ、二発いけんぞ。無理かー、これ剣士で振り分けしてねえから、捨て振りしてねえからきっついわー。はい、皆さん、こんにちは、ピカです。エルデンリングやっていくよはい、そしたらね、ここで円卓のおやすさんと激しい死闘、激しくもないかね、やりましたけど、そしたら先進んでいきましょう。まあ、すぐまたボス、こっちじゃねえか、逆か、こっちから来たか。すぐまたボスなんでしょうね。どうだったかな。うん、これでもう連戦じゃなかったかな。え、ここでよかったっけ違うあれ、誰お前、あっちからか、あっちからやな。2階登らんといかんのか。あー、なるほど。お前誰、わかった。そしたら2階に行って、うん、そうだったね、ここだったね。オッケー。あいつはいねえよな。モーグの時、モーグじゃねえ、モーゴとかの時いたから、いないね。えい、そしたらこれ取って、さてと、準備はいいかな。あれか、まあちょっとは離れて攻撃できっから、まあ範囲攻撃も広いやつやからね、こいつね。まあ気をつけて戦えばなんとかならんとかとは思うが、どうすればいい？これか、最初はね。抱きしめてんのかお前。なんか優しいな。 Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand.Alas, I am returned. To be granted audience once more. すごい時。Upon my name as Godfrey.The first Elden Lord.
ちょ、俺何すればいいの。ちょっと待ってください。こっちで中。で、これ先やな。で、あれやぞ。あれに気をつけろ、連打すんな。おい、ティッシー、プリーズ。オッケー。あとは任せてくれ。クオ、そんな方までか。そうだったっけ。うわそうでしょ。そんなんだっけ。忘れてるな。いや、ムービーはいいよ。俺死んでるんやから。俺死んでるんや。スキップしろや。なんだそれ。もうゴッドフレイと戦った時かなりの強靭度でやったからね。もううん、まあゆっくりとね近づいてまた攻撃を把握していくことはちょっと難しいんだよな。ただこいつは待ってくれっから、私のちょっと待ってくだちゃい。私の18万円がロストは困りますんで、3にしとけ。これか。どこまで？こほほ。うわ、マジ？うわい。それか。うわー。これしばらく死に続けるわ。忘れてる。ごめんねみんな。ふん。まあ魔術師で相性のいいタイプかなと思っていたが相性悪いわ。範囲攻撃あんな広いとはちょっと思っていなかった。うん、誤算やばい。相性悪いな。これ一発にしとけ。タイミング全然わからん。
ひどいわ。TC が早く行き過ぎそう。あいつ攻撃一回したら結構今だ2回はいける。そこで結構とどまってから、ただこれよし。うわどうして俺回避したよ。え、あこれか。まあ1回だけお見せします。もういないのじゃ。セロー主よ。ロフん、我が力となってくれ。グリニニニ。I've given thee courtesy enough. Now I fight as Hora Loo.あのティシー、ティシーか、お前どういつ攻撃すんなよお前。やめなー、やめなー。うそー、一撃はやめな。そうだ、俺にはハングリー精神がその時あった。ソウルも全て失われ、そしてやけくそになって戦っていただけだが、ああすいません、でもソウルください。あ、そうソウルじゃねえけどソウルじゃねえけど、どっちに来るの。そっちか。4回行く。
回いける。こいつパワーアップしてない？なんかおかしいぞ、なんかおかしいぞ。こんな広くなかったはずだ。俺なんかおかしいと思う。これいや、ティッシー死んでんのか。こんな無理やわいよ。なんかおかしい。こいつなんかおかしい。こんな範囲広くなかったと思うぞ。勘違いかな、錯覚か。残念ながらもう18万にかまってる暇はないようだ。あーでも取らせてくれじゃ。飲んでる、俺飲んでる。もう魔法じゃ太刀打ちできんわ。うん、唱えてるよりもま剣士だね。剣士で切った方がいい。うん、もうあいつからは逃げれねえ。もうちょっとね、魔法使い残念。ほんと順まで行きたい。順までクリアできるゲームであってほしかった。攻撃一から思い出さんといかんわ。これちょっとね、もう3時間かかると思う。うん、またちょっと戦い方また思い出さんといかん。せっかく魔法使いでやろうと思ったのに全く意味がない。ね、あの魔法使いで振り分けてっからもう能力出せねえんだよな。魔法使いでやるべきじゃねえよみんな。魔術の威力、これはいらんわ。盾受けや。ちょっと悲しいなマジ。なんで魔法使いで剣士で戦わなければいけねえんだよ。魔法剣士じゃないんだよな。俺純魔生きてんだよな。まあまあまあ、ぐ
グググって迫ってくるのはやっぱエンジンとかね、まあほんと順まで行く場合はエンジンとか装備して、まあそういう戦い方が向いてるのかもしれん。ただ衝撃波とかほんと、まあそれ避ければいいだけだけどね、避ける練習するだけだよ。めんどくさいこっちゃ。くっ、2発いかんぞ、2発いけんぞ、無理かー、これ剣士で振り分けしてねえから、捨て振りしてねえからきっついわー。正直ね、もうね、純馬で、まあ運任せていくしかねえわこれ。まあそれか、がっちりガードしてティシーに後ろからやりまくってもらうか。そう、それやな。まあとにかくね、まあこれどっちかに決めんといかんわ。こんな中途半端な振り分けしてたら、聖杯瓶の振り分けしてたら、もうと勝てん。もういい勉強になったよ、ダークソウルシリーズ、このフロムさんシリーズは魔法使いだけじゃ勝てないっちゅう勉強したよ。ほんとちょっと残念な気持ちは 70% と、そしたらね、もう魔法使いで離れて無双してやろうかと思ってたんだがね、ちょっと精神的にきついわ。俺に来い。あ、俺に来い。ティシーやっべえ、なんだと、何発来るのお前。もういっかな。
法使いじゃ打つ手なしやな、こりゃ。感服つかまつったっていうか絶望。悲しいな。マジ順まで行きたかった、アズールも無理か。第一形態でね、あいつ生き残れないから、かといって第二形態で召喚するタイミングないんすよ。まあ生き残れっかどうか運試しで運ゲーにして、もうやるしかねえわ。まあ今もね、召喚しようとしなかったらもしかしたら回避してたかもしれんけど、まあちょっとね疲れた精神的にちょっと順までいけないっちゅうのがね、非常に俺も精神的に来てる。ちょっとこれ精神続かん。もう厳しかった。多少ご利用しでもあいつに生き残ってもらうんだ。あかん。そうそう、こいつ NPC いたよね。 NPC 使おう。もうこんなもんね、初見殺しの犠牲者ですよ。もう一人でやろうとは全く思わない。もうね、犠牲者だから、本当にもうこんな魔術効かん状態なだったらね、捨て振りもう魔術なんかしなかったっつうの。まあこれはもう初見殺しの対策でもうどんどん使っていこう。ダメだこれ。でこれ飲んで、もう初見殺しに付き合ってる暇ねえんだよ。
飲めって飲めって、またか。よし、行け。よっしゃ。もうどうでもいいよ。勝てばいいよ。剣士に振り分けてたら俺は負けん。それができない五輪中ですなんでこんなことになるんだろう。まあこれも勉強ですけどね。もう多分おそらく二度とフロムソフトさんで魔術師はしないと思う。まあ遊びですると思うけどね。本気で攻略するときは脳金でいくと思う。脳金はもう、まあ、全てに安定じゃないですかね。まあ魔法使いタイプで無双できるはことはできるけど、できないときは全くできない。脳筋タイプもある程度無双できるけど、できない敵にも対処できる。だからまあ脳筋が正義なんですよ。オッケー。まあフロムさんゲームは脳筋が正義っちゅうこと分かったよ。まあ、唱えるのね、ラダゴンのね、肖像を使っても装備ね、タリスマン。まあ、全くと言っていいほどね、追いつかない。まあまあ、クリアできないことないけど、剣士タイプより厳しいと思う。非ダメージも大きいし、同じように見切っていかなければいけない。遠くから魔術でボコれるっちゅう考えは全くない。剣士と一緒。行動剣士と一緒。そこが魔術、それが魔術師かっちゅうところがちょっとね、今回悲しかった。まあまあ残念だったね。オッケー。まあ、脳筋で楽しむゲームだということが分かっただけでもそれでいいよ。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回。ほんと無双したかったな。もう3周目個人的に無双してやろうかな、脳筋でね。またね。